犯罪や非行の背景には、大人のない孤独や社会的孤独など、
社会におけるさまざまな生きづらさが存在していることは少なくありません。その生きづらさに寄り添い、人と人が互いに支え合うコミュニティを築くことこそが、安全で安心な明るい社会の実現につながっていきます。幸運と続いて、もしも始めとする民間協力者、そして地域の方々あるいは理解をご協力いたしながら、生きづらさを与える人、再出発を取ろうとする人を取り入れることをできる公的な社会の実現を目指し、犯罪や事故の防止と立ち直り支援に取り組んでまいります。本年第2期裁判防止推進計画が策定されました。新たな規模に基づき、国や地方公共団体が一体となって裁判防止に向けた取り組みを実施と力強く推進していくことが必要です。国民の皆さんにはするそしてみんなが安心
しんで安全に生活できるようなそんな場作りを共に考えていただけますことを心からお願いを申し上げたくてご挨拶に返させていただきます。本日はよろしくお願いを申し上げます。加藤忠夫様、よろしくお願いいたします。長屋高内様、どうぞ前にお進みください。
になるということで、コロナ禍で出発式にご参加いただきまして、来賓の皆様ありがとうございます。今日教育委員会にお渡しさせていただきましたクリアファイルは、今年73回を迎える社会を明るくする運動、これは全国的な運動で、この7月が強化月間ということなんですけれども、なかなか分かりにくい活動なものですから、町内の中学校小学校の全児童生徒にご家庭に持って帰っていただいて、社会を明るくする運動って何だろうってちょっと話題にしてもらいます。